2009年のツールドフランスにて新しい色合いのマイオベールを着用したマークカベンディッシュ2005年のツールドフランスにてマイオベールを着用したトム・ボーネンマイオベールは自転車ロードレースツールドフランスにおいてポイント賞に対して与えられる緑色のジャージである各ステージのゴール及びステージ途中の中間スプリント地点の通過順位に応じてスプリントポイントが加算され スプリントポイント1位の選手が着用の権利を得る。ツール50周年を記念して1953年に初登場。色の由来は当時のスポンサーであった演芸用品メーカーのベルジャルディニエールの芝刈り機から。以降スポンサーが交代してもスプリント賞ジャージは緑色だが、1968年に一度だけスポンサーの意向により赤色になったことがある。 1991年から2014年までの24年に、渡り、フランスの競馬志向隊フランスギャル及びシュバルフランセの、場外馬券販売組織、プムがスポンサーを務めた。プムのスポンサー撤退により、2015年からは、チェコの自動車、メーカーシュコダオートが、マイオブランのスポンサーから、昇格した。2006年には、プムのキャラバン隊が配布する。 大きな手の形をした段ボール製の応援グッズに、マイオベールを狙うトルフースホフトが接触し右腕を三張り、ヌーケが負った。この事故の影響が、2008年から、応援グッズの素材が、ウレタン製に変更された。2008年からは、ジャージの色は少し明るい色に変更されている。赤た達也、ツール100は、ツールドフランス100年の歴史、未知国。 2003年 ISBN48 億9642万799ありがとうございます。